ネネツ人の家族ネネツ人は、ロシア極北地方の先住民族である。直近の国勢調査では、ロシア連邦内に4万1302人いることが確認されている。ネネツ人のほとんどは、山路ネネツ自治管区内に居住している。同自治管区の7%程度がネネツ人である。他の主な居住地は、ネネツ自治管区旧タイミル自治管区である。ネネツ語を話し、 人種的にはモンゴロイドに属する。ネネツ人はサーモット、サーミット、サーミと呼ばれていたのをロシア語風の発音が加わり、サモエードとなる。別の説としてはサミの地を意味に持つとも考えられている。いずれにせよ、19世紀の民族史によれば、ロシア語での言葉が見え、その時点ではサモエードに近い言葉で呼ばれていたようだ。英語ではしばしばサモディと訳されていた。しかし、 ロシア語では、サモとエイドの言葉の意味の組み合わせは、自己食べるものと連想される。ゆえに、同古書は、差別的、軽蔑的な意味合いを多く含んだ。これらの理由から20世紀に入ると、急速にサモエイドの言葉が使用されなくなり、代わりに、年月にあたる言葉が多用されるようになった。ロシアの古書を読むと、サモエイドの単語は、無差別的に、 北部シュベリアに住むウラル語族全体に対して用いられている。今日ではサモエード人というとこれらの数族分の民族を包含する故障になっている。そのためネネツ人はもともとの民族名だったサモエードの一部を構成する民族となってしまった。ちなみにネネツの英語表記のネネツのスペルの最後の S は複数の S ではないので省略して書くのは誤りである。 ネネツ人は大きく二つに分かれる。経済基盤をことにする二グループで、極北のツンドラネネツと森林ネネツである。また、コミ共和国などに居住するコミヒトグループに属するイズマ族との根血によるコミ人と同化したネネツ人が第三グループとして現れてきている。紀元前200年頃に、コチの帯川、エニセーガー流域のミヌシンスク盆地から、 サヤンサンム役付近に移動してアルタイ語族に合流し、チュールク系、またはモンゴル系と同化した一派もいた。ヨーロッパに残ったグループは1200年頃にロシアの支配下に入ったが、より東方に居住していたグループは14世紀までロシアとの交流を持たなかった。17世紀初頭にすべてのネネツ人はロシアの支配下に入ることになった。ネネツ語を話す。 ネネツ語は、エネツ語、ガナサン語、セリクプ語と共に、サモエード諸語に含まれる。サモエード語は、ウラル語の一文記であり、もう一文記は、フィンウゴル諸語である。森林ネネツ語とツンドラネネツ語は、幾分異なっており、別言語とされることもある。ネネツ人には、ウラル系遺伝子の Y 線色体、ハプログループ N 系統が97%の非常に、高頻度で観察される。 世界で N 系統が最も高頻度に見られる民族である。ネネツ人はカニン半島からタイミル半島の間、そしてオビマはエニセイ川の川岸に広がって居住している。将軍落を形成し、農業を営む者や、狩猟、長距離を移動するトナカイ遊牧を営む者がいる。また、トナカイ遊牧を助け、犬ぞりを引き、ヨーロッパ人探検家の北極点探検にも、 利用された極北の地によく適応したサモエド犬なども育てている。魚を主食とする。死、家族を主体とした社会を形成し、宗教は自然崇拝やシャーマン信仰である。シャーマンはタディビアと呼ばれる。ロシア革命の後、ネネツの文化は集団の場政策の煽りを受けた。ソビエト連邦はサモエドに定住を強制しようと試み。 多くのネネツ人はそれを許容した。しかし、定住、農業、学校教育は彼らの文化の固有性を一段と弱める結果となった。一方で、様々な分野でネネツ人の活躍も見られるようになった。よく知られる人物として、画家のコンスタンチン・パンコフがいる。環境問題も深刻化している。ヤマル半島では、ガス電開発、下遊牧による環境破壊は、 彼らの生活様式の高級化を危機的なものにしている。ネネツ人は定住地がなくともロシア市民としての投票権を有しており、大統領選にあたっては今後2週間の滞在予定場所を地区の選挙委員らに事前に知らせておく。そうすることで投票日当日は投票箱や投票用紙ペンがヘリコプターで運ばれ即席の投票所が作られる。ありがとうございます。